はい、いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のパンムキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、今バーストモード中でございます。今回バーストモードめっちゃ難しいような気がする、まあ、やっていくんですけども、で展開の出来事編成で、まあ、来ております。でバーストギミックは戦闘終わった段階でぜひお見せいたしますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。でそのバーストギミックの一つで、お菓子取ったらダメージ食らっちゃうギミックあるんですけども、それは絶対に設定しないでください。それ設定するともうどえらい目合いますんで、まあ、とにかくこのご飯ちゃんをとりあえずアクティブ打ちます。回復させます。うん、回復させましょう。はい回復させて、でお菓子のギミックを絶対つけん方がいい。これマジで。うん。で、お菓子のギミックつけて何回かやったんですよ。もうどえらい目合う。もう終わらない。うん。なので、それ外して、ね、ミッション6000、うん、のギミックを設定しました。はい。にしても難しい。このステージだけよね。ここだけよね。オカールとか言わないで。言わないでよ。もうね。で、アクティブ打つと、ガードもしてくれます。はい、ガードしてくれますんで、ね。で、ディフェンス向け長所を高めつつ、っていうやつです。はい。何せね、誰がキーパーソンでね、この、魔人ブー悪のアサルトレイン。やっぱ結局、魔人ブー悪の。魔人ブー悪やわ、結局。あ、そうなんで、このイランキャラというか、うん。で、コスト制限も、ちょっと設けさせてもらってるんですけど、これこいつでお菓子取っていくようなそんな感じにしたいわけです。はい、そんな感じです。で、アサルトジェマジンブーアクのこのアクティブも活用していきたいと、そういう感じでございます。はい、ギミック投資な、でもギミックあかんときはもうね、もうお菓子取っても調整していくような感じじゃないと無理、ほんまに無理。うん、追撃出えへん。だるいだるいな、だるいぜ。うん、はい、まあ、そんな感じです。はい、そんな感じでございます。で、このね、魔人ブーと魔人ブーを一緒に使っていきたいっていうわけです。はい、なのでもうこいつでこういって、ああほうなんだ。でもドッカーモードをぶちかましましょうよ。うん、あんまり苦手属性で言うな。フレンドさん、無凸だったかな。55% なんで無凸やね。ドッカンモード久しぶりだね。あれ、前もそんなこと言うたような気がする。カタパルト、よろしくどうぞ。もう、会社の近くのローソンで、もう小1時間おるんや。もう早く喉もガラガラやし。で、大規模な修理船が今日やっと終わったんで、もうほんまに肩の荷が降りたわ。この、ここの選手だけよね。次あるとか言わないで。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケー、よかったー。やっとかった。うん。まあ、そんな感じです。アクティブ利用しつつ、で、お菓子のギミックは絶対つけない。もうこれに限る。今回のバーストモード。お菓子のギミックつけたらもうほんまにダメ。クリアできない。うん。はい、そんな感じで。あ、6040だ。6040です。はい。なので皆さんね、で、ちょっとやってください。で、バーストギミック詳細なんですけど、展開の出来事、で、即技です。で、トータルコスト400以下。うん。フレンド含みます。で、敵の強化。敵を必殺封じ効果無効化。敵が気絶状態にならない。アタックダウン無効化。ディフェンスダウン無効化。敵が、超知、極知のダメージ50軽減。アタック、ディフェンス 1000% 上昇。ダメージ 75% 上昇。アタック 1000% 上昇。ディフェンス 2500% 上昇。HP 3000上昇。で、ゼロにする。キャラクターの入れ替えロックする。味方の記録プラス、マイナス1にする。サポートアイテム持ち込む負荷。サポートメモリー持ち込み負荷。合計6040で、ミッションクリアすることができますんで、皆さん先ほどのね、編成で、この編成で、ミッション、達成してください。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。